デルジュンで最短合格、英検準一級、単熟語 EX、 大学受験に使えるのか、パスタンと比べてどうなのか、パスタン5定番よりもレベルが高いです。自分がやってたのもそうですけど、言い換え表現ですね。また声が戻ってませんが、ハローでは始まりました、もちつチャンネルです。さあ今回なんですが、これですよ。はい、出ました。デルジュンで最短合格、英検準一級、単熟語 EX の第2版が出ました。準一級と一級、こやつらが大学受験に使えるのか、そしてパスタンと比べてどうなのかっていうのを紹介したいと思います。まあ今までね、そのパスタンが変わったっていうのがすごく大きなニュースだったわけですよ。で、大学入試でもパスタンって使われていたんですね。4定番の時はですね、すごい難しい単語がいっぱい載っているので、まあ総計とかね、難関次第では使えるぞっていう風になってたんですよ。で、それは知ってたんで、僕自身はずっと予備校で進めてたんですね。総計クラスやってる時に2冊目どれがいいですかとかね、シスタンとかターゲット終わったんですけど、鉄壁とかリンガメタリカとかやった方がいいですかっていう人で来た時に、ああ自分はパスタン準一級派っていう風に言ってたんですよ。ただパスタン準一級が変わってしまってですね、ご定番になったらどんどんレベルが下がっちゃったんですよ。で、それは今までパスタンの4定番っていうのは第1問の単語問題ですね、あの単語入れる語彙問題、あそこに出てくる単語が入ってたんですけど、新しいパスタンでは全体でよく出てくる単語っていうのになったので、読解とかリスニングのところで単語問題に出てくるのって出てこないわけですよ、ほとんど。なんで全体でデータベース作った場合にグハンと一気にレベルが下がったわけですね。で、使えなくなっちゃったと。まあだからいわゆる準一級とか一級の語彙問題が解けない、あれをやっても。さらには大学入試の問題でその総計対策とかに使ってたんだけど、それに使えなくなってしまった単語のレベルが簡単になったんで、それだったらもう別にシスタンでいいじゃんと、ターゲットでいいじゃんっていう風になってしまったと。で、実際だ、僕も動画内で言ったんですよ、その4定番がおすすめですって言ったら、もうアマゾン、メルカリガーンと値上げ、需要と供給の関係ですよ。もう5定番が出てるわけですから、4定番は絶版ですから、すごい高値になってしまったと。まあキャストダイスのね、小橋さんに言われたわけですよ。もう動画で言わないでください、あれ内緒で進めてたのに、生徒たちからすごい高値ですって言われるようになっちゃったよって。まあそうなんですね、あの実際動画で言ってから一気に売れて大変になりました。で、ここはね、ジャパンタイムズはちゃんと目をつけてたわけですよ。そうです、こちらは第1問語彙問題の方が中心になってますので、パスタン5定番よりもレベルが高いです。ということで、パスタンの4定番に近いものになっております。大学入試のその難関大ですね、シスタンとかターゲット終わったよっていう人が総計向けにやるっていうのには、こっちの方がパスタンの5定番よりも全然おすすめです。まあこれで一気に売れるんだろうな。どういう風に構成されてるかっていうと、まあ、基本的には過去15年間です。の過去問を分析して、どういう風な順序で書いてるかっていうと、まず最初が第1問1、単語の問題で正解になった語。だから正解として登場したものが優先されてるわけですね。で、次に誤答になった語ですね。第1問には出てきてるんだけど、引っ掛けの選択肢にいたやつっていうのが並んでて、で、筆記の第問1の選択肢以外で出てきた単語の頻度ですね。また問題文ですよね。っていう風になってるわけです。なんで、その選択肢にも出てきていないものですよ。選択肢に出てきていないものっていうのは簡単なものなことが多いわけです。だから後ろにあるものが簡単なんですよ。だからユニット13、14、13 and 14ですね。が簡単なやつなんですよ。だからその選択肢に出ていないから。だから単語のレベルがね、まだ高くない、難しすぎるよっていう人はここからやりましょうって書いてあります。で、確か見ると、ああ、はいはいはい。まあ大学受験のレベルの単語が結構多いです。まあちょっと難しいのも載ってますけどね。で、その後に熟語、そして専門用語っていうのが載ってます。まあ熟語と専門用語はね、非常にレベルが高いんですよ。準一級もやっぱ圧倒的に熟語がレベルが高いで、まああんまりここは大学受験に向けてとかっていう風にやる必要はないかなと思います。で、実際見てみました。はい、単語のレベルですね。もちろんあのターゲットとかシスタント被るのも入ってますよ。後ろの方とか難しいじゃないですか、あれらの単語帳も。ただやっぱ使えます。はい、正直言ったら、まあその4定番の1に入るものはこれだと思ってます。なんたってもう大問1から取ってるわけですから、これまあ狙ってきたんでしょうね。パスタンがすごく簡単になった、じゃあ大問1で取るんだったらこれでしょうっていう風になったんでしょうね。だから過去問やればわかると思います。カバー率が非常に高くなるはずなんですよ、絶対。まあ過去問から取ってるからね。まあもちろん出た単がね、あのアプリなんで
それよりは絶対カバー率は高くなりますけどね。過去に出た単語を全部加えていってますから、必ずカバーするようにできてますんで、新しくね、出題された単語、選択肢に出た単語は全部加えられますからね。なんでまあ一級も準一級も単語問題を取りたいっていう人は、まあパス単よりも全然こっちの方がおすすめっていう感じです。では、じゃあその難関大やるときに、まあよく言われるじゃないですか。AK1 級レベルの単語帳やった方がいいのか、AK 準1級レベルの単語帳やったらいいのか、どっちがいいんですかって言われるんですけど、まあいつも自分が言うのは、まあ圧倒的に準1です。はい。もうこっち。まあ一択ですとは言わないけどね、ものすごい単語のレベルが高くてと、ね、もう勉強進んでて、こういうのももう知ってますよって言うんだったらやればいいですよ。当然1級をね。ただね、いつも言うんだけど、これね、コスパが悪い。もちろん出ますよ。この1級やってた方がいいっていう問題は出てきます。特にまあ早稲田の理工とかね、語彙問題あるんで、早稲田の理工ってあれとか、いやいや1級レベル並びすぎだろっていう時とかありますよ。年によってはね、慶応の方だったり早稲田の国際教養だったりとか、覚えてたら瞬時に解けるなんていうのもあります。まあ、その他の学部だってそうですよ。スパッと解けるものあったりします。でもですね、コスパが悪すぎるんですよ。まあやってみればいいです。まあこれ2405収録。で、こっちが2950収録。っていう風になってて、大問1攻略って書いてあるんですけど、むずすぎるんですよ。レベルが高すぎて、出ない単語が多すぎるんです。その入試には。もちろんありますよ。あ、出る出るこれとかっていうのはこうやってパッパッパッとめくったってあります。ああ、これ出てくるなっていうのは。でも、圧倒的に出ないわ、出ないわ、出ないわ、出ないわっていう方が、多い。だから文章を読んでいく中で出会ったら覚えてった方がいいよっていうものの方が多いです。まあ、こっち準一だったらまあ覚えとけば出てきた時に長文読むのにも役立ちますから、こっちは大量の時間をかけて、でそのうちのほんとちょっとだけが当たるみたいなものですから、そうコスパが良くないんですよ、受験に使うにはね。もちろん平均1級受ける人だったらねいいですけど、まあまあまあこっちもね出た単の方が当然収録は圧倒的に多いですけど、ということでコスパを考えた場合は全然準1級の方がいいですという感じでね、まあレベルの高い単語帳もいろいろ出てきてますからね、即単の上級編も変わりましたし、まあますますね大学受験には役立つものも増えてきているっていう感じかなと思いますが、まあぜひ準1級のね語彙問題大問1を取り入れたいっていう人はこちらでやっていただいて、でさらにはまあ大学受験のね総計とかにも使いたいよっていう人はこちらやっていただければいいんじゃないかなと思います。それでいてまだまだもっと取るんだっていうんだったら、まあデータ単やってもらえばいいかなと思いますね。はい、でまあやるときの注意点というかコツとしては、自分がやってたのもそうですけど、言い換え表現ですね。イコールで乗ってくれてるのも多いんで、それと一緒に覚えるっていうのがやり方です。で、そうするとね、大体ね、こうね、まあ、特に一級なんですけど、役見ていくと、あれさっき似たようなの乗ってたなっていうことが結構出てくるんですね。で、あ、似たようなの出てきたなって思ったら、戻って、そこに、まあ、どっちにでもいいんですけど、そこに書き足すと。この単語とこの単語似てるって言って書き足す。そうすることによって、覚えやすくなります。記憶に残りやすくなりますので、そういうふうにどんどん書き加えて、いろんな単語をまとめて覚えてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ結構載ってはくれてるんで、イコール、まあ、でも全部じゃないもんね。1ページに数個って感じかな。なんでまあぜひぜひ自分でねどんどん書き足して、スペース結構あるからそうやってやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。語源についても結構書いてあるんで、単語の下にその語源も役立ちますので、ぜひとも使ってください。自分自身はその語源をいつも書き足してたんで、パス単に、ね、語源とイコールの表現書き足してましたから。そうだね、やっぱパスタのいいところはイコールがいっぱい載ってるところですね。これまあ今一級の見てますけど、昔の語源自分で書き足してますね。語源とか別のイコール表現を書いたりしてますね。あ、結構いっぱい書いてある。なんでぜひとも皆さんもそういった形で何か足してね、一緒に覚えていくっていうのをお勧めしますと。はい、ぜひそれで難関大合格勝ち取ってください。そして意見受ける人もぜひこの情報を役に立ててください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ってね。